ロシア北部のカレリア地方にあるビゴゼロ湖で2匹の野生の子グマが溺れているのをたまたまそこで釣りをしていた漁師たちが発見しました。子グマのその表情は恐怖を感じているように見えます。また漁師たちに助けを求めているようにも見えます。そんな姿を見た一人の漁師が網を持ち子グマをすくい上げる作戦に出ました。寒さに震えながら必死にボートにしがみつく子グマの救出劇をご覧ください。物語の舞台はロシア北西部にある極寒のビゴゼロ湖。気温は氷点下20度まで下がることは日常茶飯事。人気スポットとは到底言えず、人間が行くことも滅多にありません。湖は大きすぎる上に極寒であるため、生きたまま横断するのは事実上不可能です。子グマを連れて湖を渡るなんて明らかに無謀だった。食べ物を探しているのか、寝床を探しているのか、いずれにしても理由は私たちにもわからない。次の瞬間、母グマは水に飛び込みました。この行動は自分自身の命だけでなく、子供の命も危険にさらす行為です。2匹の子グマはなんとか流されないように冷たい水で、生きようと必死に母親の背中から離れない努力しました。湖の真ん中に到着する頃にはもう背中に捕まる気力は残っておらず、仕方なく手を離し、母親からどんどん離れていき、ここからパニックが始まります。基本母グマというのは非常に過保護で、自分たちの力で子供たちを守るためにあらゆることをしますが、この極限状態で母グマができることはあまりありませんでした。そこで、母グマは子供たちがどんどん遠ざかっていく中、我が子を置き去りにし、自分だけが泳ぎ続けるという悲痛な決断をしました。水の流れは母親にとっても強いもので、子供の方に向かおうにも流れが強すぎて戻ることができない状態です。自分自身が向こう岸に到着できるかどうかわからないような状況だった。母グマは最後の力を振り絞り、ようやく岸に到着しますが、周りを見渡しても子グマたちはいません。一方、若い子グマたちは自分たちの母親がどこにいるのかも知らずに、凍えるような水の中をなんとか泳ごうと必死でした。この時点で水域経験に乏しい彼らが生き残る可能性はほぼないに等しく、水の冷たさと流れの強さがさらに押し寄せてきます。命のリミットは刻々と近づいてきており、冷たい水がゆっくりと足を凍らせ始めている間、子グマたちはさらにパニックになり、彼らが感じた恐怖は計り知れません。氷のように冷たい水に閉じ込められ、母親を探しながら溺れかけました。骨が凍るような辛い思いだったことでしょう。子グマたちはどうしようもなく、周りを見回し母親を探します。安全に泳げる場所はないだろうか。希望を失い始めたちょうどその時、何かが地平線に現れます。二人の漁師がたまたまクマを発見したのです。最初は母グマがいないことに気づきませんでしたが、状況を理解するとすぐに行動に移す必要があることに気づきました。ボートが近づいた時、もう残された時間は多くないことを理解しました。子グマたちは頭を水の上に保つので精一杯です。漁師は水から引き上げるために、できるだけ早く解決策を考えなければなりませんでした。水辺で疲れ果てた母グマはボートが子グマに向かって走るのを眺め、漁師から子供たちを守るために水に飛び込むことを考えているのでしょう。男性はまず母親が近づかないように注意します。このサイズのクマなら二人の成人を倒すことなど簡単です。母グマを監視して初めて子グマを助けることができると漁師は知っていた。二人は子グマたちを水から出すために最良の解決策を考えなければならない。その方法は安全なものでなければなりません。子グマたちは小さいものの野生動物です。襲われる可能性は 0% とは言えないわけで、漁師たちはスマートに計画を立てなければならない。水中の子グマの隣でボートを止めた瞬間、すぐに1匹が水から出ようとしました。疲労が溜まっている子グマは自力でボートに乗ることができず、どんなに頑張っても船に乗ることができませんでした。そこで漁師たちは行動を起こし、釣り道具を使って子グマたちをボートに乗せることに成功しました。子グマをボートに乗せるのは非常に困難なミッションであり、経験豊富な漁師だったからこそ実現できたと言っていいでしょう。ただし、漁師が安全であるというわけではありません。ボートに持ち上げようとする際に、
暴れて襲われてしまう可能性はまだあります。最初はうまくいったように見えましたが、漁師たちは子熊に噛まれるのを恐れ、自らの手で触ることはせず、子熊が自力で立ち上がることができるように働きかけます。しかし何度試みても子熊はボートに乗ることができず、結局可能性のある方法は一つしかない、漁師が自らの手で子熊を乗せるという方法でした。漁師は熊に噛まれるというリスクだけでなく、重さで前に傾いた場合水に転落する可能性もあります。2匹のパニック状態の子熊と一緒に水に落ちるというのは白いミス。漁師はなんとか子熊たちが協力してくれることを祈ることしかできません。その次に起こったことは本当に信じられないもので、お互いに一言も交わすことなく、漁師と子熊は協力し始めたのです。まるでお互いが何を必要としているかを正確に理解しているようだ。漁師の一人が熊を水からすくい上げるのにちょうど十分な大きさの漁網をつかみ、通常大きな魚を乗せるために使用されるものですが、ダメ元で熊を救助できないかと考えたのです。網がこれほど重いものに耐えることができるのかと恐れていましたが、これ以上のツールはもうどこにもありません。これが生と死を分けるのであるならば、網が壊れたとしても後悔はないです。疲労困憊でほぼ瀕死状態の小さな熊から救出しようと考え、ネットを子熊の後ろに投げ入れます。子熊を網に入れることには成功したものの、まだ安全な状況とは言えません。漁師は子熊を乗せている間、傷つけないようにする必要があります。それに加えて子熊が攻撃的でないことを確認しなければならない。パニックに陥る可能性も否定できないのです。そうなってしまった場合、計画は最悪のエンディングを迎えることになります。でも氷のように冷たい水の中に2匹の子熊を見捨てることはできない。漁師は自らの命を危険を冒すことに決めました。子熊は思ったよりも重く、全力で子熊をボートに乗せようとしましたが、子供サイズの熊であったことが不幸中の幸いです。ちなみに成長した熊の平均体重は約 590kg。 その重さであったら間違いなく漁網は壊れていたでしょう。幸運なことに漁師たちは重労働と悪天候には慣れていましたが、熊をボートに乗せるというのはそんな彼らにとっても過酷な作業です。精神的にも肉体的にも全力で戦わなければなりません。長く激しい戦いの後、ついにボートに小さな熊を乗せました。でももう一匹はまだ水の中です。子熊はすでに何回も水に沈んでいて、浮かんでいるだけで力を使い果たしていました。その上ボートは一匹目を救う間に漂流しており、もう一度子熊がいる地点に戻らなければなりません。一匹目と同じテクニックを使用して、なんとか子熊たちをボートに乗せました。熊は漁師に目を向けて激しく呼吸をしており、子熊たちはボートの隅で震えていますが、慌ててパニックに陥ったらまだかなりの被害をもたらす可能性があります。漁師たちは休む暇もほとんどなく、二人とも疲れ果てていたものの、熊を陸に戻すための次のステップを考えなければなりません。おそらく子熊たちにとって人間と触れ合うのは初めてのことでしょう。さらに母熊に会いたいと強く思っているのは間違いありません。ついに二人が決断を下した。漁師たちは子熊との固い絆を信じて、どんな結末を迎えようとも信じることに決めたのです。二人は最後に母熊を見た場所を探し、母熊がいた近くの海岸に向かいます。これが計画の中で最も危険な瞬間でした。ボートを陸に着かせたら子熊を注意深く追い出そうとしますが、母親はどこにも見当たりません。するとどこからともなく巨大な動物がボートに向かって走っているのを確認しました。母グマが子供を探していたのでしょう。漁師たちは急いでボートに戻りました。二人は善意の気持ちを持っていますが、母グマがそれを理解しているかどうかは誰にもわからない。モーターを始動しようとすると、心臓はバクバク、そこで二人は初めて振り返った。そこにいた三匹のクマは漁師たちに感謝するようにボートを見渡していました。相手が野生のクマであっても放置することなく、最後まで諦めずに助ける漁師たちの心に感動しますね。この2匹の小さな命が助かって本当に良かった。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。
よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。